最初は。怒られた。おお、すごい。最初からするのだな。こんなことあるの。面白い。よかったね、あんちゃん。ちょっとなんか、過労なところがちょっと起きたんだよね。角がもうないからね。大きくなったね。頑張ってね。でもやっぱりちょっとこれ大きなね、あっちゃんの。あ、そっか。ほら、そんなこともでも、あっちゃんもそれでくつろいだら最高だよ。ちょっと理由が、でもちょっとあっちゃんの理由が。ちょっと改めてちょっとこれも。かわいいね、並んで。かわいいね。並んでんの、同じポーズで。同じだね。マサル真似っこしてんの。ね。
した。とても心配。大丈夫よ。本当に捨てないから。ね。そんな不安な顔しなくて大丈夫だよ。明日ね、ちょっとね、荷物少し持ってこうと思って、それだけ。ね。明日戻ってきて、明後日みんなで引っ越したから。ね、あっちゃん。みんな一緒一緒。大丈夫、大丈夫、今。もう引っ越しの片付けだから。ね。あっちゃんも大丈夫よ。うん、怖いね。大丈夫よ。明日一日ちょっと大変だけど。ね、信じて。帰ってくるから、ちゃんと。ね、ごめんね。まあ、お片付けだから。ねえ、じいちゃん。ママ、菓子パンだよ。ねえ、まさに自宅警備してくれたから。暑いね、じいちゃんね。よし。じゃあ明日に備えましょう。うん。ね。ね。サロンの中で待とう。お父さんとこっちいて、うん、ね、龍之介とあっちゃんはママとね、申し訳ないけどちょっとしばらく、うん、やだね。これはなんか板がここで、ここもいることできるけど、今日は最後の散歩だよね。おー、えらい、えらい、えらいね。そうそうそう、ゆっくり。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。あ、えらい、えらい、えらいね。はい、はい、ゆっちゃんも左右行かないでね。少し少し屋さんも来たからさ、ゆっとあんちゃんがね、怖いからね。ちょっと仲良い友達が会えるのかなね、アイナちゃんとかね。最後の挨拶できるといいんだけどね。引っ越し業者、引っ越し業者さんとかね。アイナちゃん会えてる、よかったね。よかったね。はい、ね、ね、いいね。でも会えてよかったね、最後の最後ね。そんなことないですね。そんなこと全然夢に思ってないからね。リュウコお兄ちゃんだもんね。すごい偉いよね。いつもね、感心してます、リュウコ。しっかりしてる。Thank you.